friend, a fancy car, you're insatiable. You just want more. Climbing mountains, crushing your goals. Thought you put your happiness on hold. Still waiting. Start living. You need to know you're beautiful. You're perfect just like you are. Release your control, start to let go. Take a night off and let yourself go a little crazy.積み込み完了ですね。間違えた。納品完了。現在10時前ですね。9時50分。納品完了。納品入ったらさ、トラックおらんやったからすぐ卸しができた。僕の後にね、2台入ってきまして。ちょうどよかった。ラッキーラッキー。島からね、帰りの荷物積み込みに行きます。今回帰りどこやったかな？帰りは、神戸や。兵庫県の神戸ですね。結構距離ありますんで高速移動しよう。よしぼちぼちね、京都へ向けて走りたいと思います。レッツラゴー。赤信号です。赤は止まれ、黄色は注意、青は発進、発進することができるやったかな。なんかそんなんがあったよな。発進すべなくって発進することができる、なんかそんなんがあったな。よし、ぼちぼち走ろう。 おじいさんがおった。おじいさんが、ええな、田んぼ、畑。この辺は畑やな、田んぼと違うな。ねえ、小さいさ、小さい畑でいいからやりたいんやな。もうちょっとね、軽く家庭菜園のちょっと大きいバージョンぐらいでやりたいんやけどな。どっかへ土地があればいいけど、なかなかないもんな。田舎やけどさ、僕の住んでるとこ田舎なんですけど、田舎やけどなかなかないのよ。みんな売らんのやろうな、手元に置いとくんやろうな。結構ね、休耕田、使っていない田んぼや畑あるんですけど、もうそのままね放置してあるのよ。そういうところをね売ってもらったり貸してもらったりしたいんやけど、なかなかな、難しいみたい。すーげえ、ここすーげえ、ここ眺めがいい、すごい眺めがいいね。これは田んぼなんかな、田んぼやろうな。ねえ、こういうとこで暮らしたら目が良くなるかな。で、遠くを見ると目が良くなるって言うけどさ、こういうとこで暮らしたら目が良くなるんかな。ええよな、こういうところでさ、こういうところで虫が出んやったらいいんやけどな。虫が苦手やからさ、虫が嫌いやから、こういうところな、虫が出んやったらいいんやけど、出るやろうな。さあ走ろう。赤は止まれ。はい、今ね神戸市ですね。神戸の方ついて到着しておりますけども、まだね順番が回ってきておりません。トラックがねここすごい入っとるのよ。台数がすごい入っとって、これ結構遅くなるんかな。新しい倉庫なんですけども、トラックがすごい入っとる。今現在2時30分ですね。昼1時に入って1時間半待機しとる。お、1台入っていったな。1台入っていった。結構ね、昼1時来たらトラックがさ十数台止まっとったからさ、これ一時回ってこんやろうな。参ったわ。
まあね、着いてすぐ滑る荷物もあれば、こうやってね、待機する場所もあったりするんですよ。で、今回積み地にて、いろいろね、詳細、ルール事項のね、バインダーというかね、ファイルもらったんですけども、しっかりとね、荷崩れしたら、商品事故起こしたら、運送会社の買い取りになります。書いてあります。そうならんように気をつけよう。そんなの嫌ですって言えないですからね。よし、もう少し待っとこう。まだ待機ですね。今現在3時です、3時。2時間待機しとるけど、順番回ってこんな。なんかね、電話が来るそうなんですけども。電話が来んな。出荷のバースが少ないんかな。こっからね、ちょっと出荷バースが見えないんでわかんないんですけど、ただまだね、トラックはたくさん並んどる。あと10台、15台ぐらい止まっとるかな。まあ、いった。早積んで帰りたいけどな。とりあえずね、やらんという健康とパソコン仕事がね、たくさんありますんで、この待機時間を利用してね、パソコン使ってお仕事しておきます。いろいろね、バタバタしとるのよ。とりあえずもう少し、待機しておこう。はい、現在ね、夕方4時でございます。16時3時間待機しとるけど、まだ呼ばれんのやけどな。ここ遅いんやろうな。まいったね、3時間、いつ電話来るかわからんからさ、寝ように寝られんし、こういう時ね、結構なんていうかな、いつ電話来るかわからんからさ、寝れんタイプなのよ。気になってどんどん休息時間が減っていく。まあしょうがないけどな。だいぶね、トラックも減りまして、あと8台ぐらいかな、並んどるのが。僕がね、何番目かはちょっとわかんないんですけども、順番が来たらね、電話が来るということで、しょうがないな、もう少し待っとかんとしょうがない。もう少しね、待っておきたいと思います。よし、積み込み完了です。積み込み完了。今からね、岡山県向かいます。岡山県卸ですね。ちょうどさ、担当のリフトマンの方がさ、僕のチャンネル見てくれとって昨日も見てましたよって言いよった。ありがてえ。よし、ぼちぼちね、出発したいと思います。And I hate